早速本題入っちゃっても大丈夫ですか。もうぜひ僕の夢を叶えていただきたいと。夢を、夢です。もう 夢全部叶えてそう。確かに本当に男の夢、男の夢も叶えられて。子供の時思ったよね、 AV 男優になりたいって。いやそれは思わなかったけど、本当に俺やったら毎日セックス。ああそれは思ったわ。 AV 女優と毎日セックスできるって思った。確かに AV 女優と毎日セックスできるのは夢だわ。夢やろ、俺本当に思ったわ。やりてぇ。他にエビスマスカッツの1期生2期生をフルコンプリートしてますけど、フルコンプリート、お仕事でね、まあ